今日はね、謎解きホラーゲームをやりたいと思います。まあ、かなりのなんかもう脱出ゲーム、リアル脱出ゲームのようななんかホラーゲームらしいです。誘拐エレベーターっていうゲームなんだけど、誰か、文字化けしてるけど、誰か助けてみたいなこと書いてあるのかな、私は誘拐エレベーターに乗っちゃったみたいなんです。なんで乗っちゃったんだよ。このままだと私もどこかに消されてた。これ私のアカウントです、繋がれる方お願いしますみたいなことがね、書かれてます。女性が乗っちゃいけないエレベーターに乗っちゃったのかな。でこれはあるエレベーターに閉じ込められてしまった一人の少女の物語。女の子なんだな。どうか彼女の力になってあげてください。今彼女に接触できるのはあなたしかいないのだから。プレイは無料です。購入後に届くメールから調査を開始してください。これ無料でねできるゲームなんだけど、これなんかね、なんか結構ツイッターとかで有名な、なんか他人の財布みたいなとか、なんか他人の給与明細とかが、なんか リアルに他人の財布が送られてきて、そこにある名刺とかお札とかそういうのを見ながらなんか謎解きするっていう、そういうのがなんか流行ってて、もう出したら速完するらしいんだけど、まあ、その会社が作った、ゲームらしいです。もともと LINE でできたんだけど、なんかめちゃくちゃ人気で、その後なんか PC でできるようになったらしいですね。でちょっと買ってみたらですね、なんかこのURL が送られてきて、ここのなんかツイッターみたいなところ、まあツイッターなんだけど、まあツイッターというか X なんだけど、まあ俺ツイッターのことをね、あの X のことツイッターってずっと言い続けるんですけど、まあ俺のスマホまだツイッターなんでだからツイッターと言い続けますけど、でさっきのこと書いてあるね。でここで繋がれる方お願いしますって言って、このエレベータードアに注意みたいなのが書かれてますね。でここからこれを押すとですね、この LINE の画面みたいなのにつながるのよ。すごい面白いよね。で、まあ、ここに俺が打つと、多分なんか打ってくんのかな？どこ済みと。とりあえず打ってみようかな。既読ついた！すごい！ 2 時24分なのに深夜の。え？はあ、どうした？つながった！みたいなことなのかな？これって俺が打ったことちゃんと返してくれるのかな。もしかして繋がった、このメッセージ見えてますか。いや見えてないよ、見えてないよ。繋がってる、よかった。ずっと一人で心細かったんです。見えてないよ。あの私、ちょっと聞いてる、私エレベーターの中に閉じ込められちゃったみたいで、聞いてるかな俺の言ってること。エレベーターはずっと動いてるし、周りは黒い霧に包まれてよくわからないし、だからあなただけが頼りなんです。私を助けてください。はあ、何かした方がいいこととか知りたいことありますか。スマホしかないのでできることは限られているんですが。どこに住んでるの。まあとりあえずまずね、あなたのことを知るところから始まるんです。コミュニケーションから俺は始めていこうかなと思うんですよ。埼玉県上北市のマンションです。引っ越したばかりだからまだ住所が覚えきれてなくてごめんなさい。ちゃんと聞いてたのよね。なんかちょっとなんか個人情報を聞き出そうとしたわけじゃないのよ俺は。こういうね、マンションのエレベーターってことが分かったわけですよ。何歳なの。まあとりあえずあなたを知るところから始めようよ。何歳なんですか。はいはい、今18歳で秋に19歳になります。少女って言ってたけど、結構意外と成人というか、成人はしてないけど、まあ、今はもう成人なのかこれぐらいがね。家族構成は案外大事になってくるから、みんな謎解きっていうのは。どうした、メッセージの越境に失敗しました。あ、これはダメってことなんだ。あー、なるほどなるほど、そういうのがあるのか。じゃあまあちょっと彼氏がいるかどうか聞きましょうか。こういうのを今聞いたらそういうの怒られるのかな。あー、ダメだ、ダメですね。都合のいいとこダメなんですね。このエレベーター、住んでてここにエレベーターに乗ったわけでしょ。今何階にいるのと。ちょっとここ聞いてみようか。あ、大丈夫そう。メッセージのあれにならないもんね。
さっきからいろいろ押してるんですけど何も反応なくて、もしかしてこれが誘拐エレベーターだから中の様子とかどうしても伝えどうにかして伝えられたらいいんですけど。誘拐エレベーターってなんだよ、何それ、そんな都市伝説、都市伝説かい、都市伝説。ダメそう、あーダメだよな。なんか写真撮ってもらおうか、写真撮って、どう、いけそう、送ってくる、写真ですか、ちょっと待ってくださいね、エレベーターの中を撮ってます。ナイスナイスナイス、始まったぞ始まったぞ、ゲームが、謎解きが。ちゃんとレトルトくんメモ帳を用意してますから。はい、おお、どうしたどうしたいい感じか、出れた出れたか。おお、何、なんかめっちゃ書いてあるけど、なんかいろいろ。写真だと霧が薄くなってる、他にも撮った方がいい場所ありますか。あとまでユン、ちょっとちゃん、ちょっとあの右、右、右の文字取っていいんじゃない。ここになん解き方書いたんじゃないの、出方みたいなのがさ。取ってください。え、なんて書いてあるの、え、影の美まで5分、あの子返せば見逃してやる、影の美まって、影の美まって5分、 1行目がよくわからんな。あの子返せば見逃してあげる、あの子を返してあげる、影伸び、あ、影伸びまで5分、5分、あの子って5分以内って、これ時間制限あんじゃない、時間制限。ダメか、じゃあ前の、前とって、なんか前にも上の方にもなんかあったような、ダメダメか、天井を取って、どうどうどう、まずちょっと情報集めよう、5分制限時間があることが分かったから、もうふざけてられません私全体ふざけられて、あ、なんか書いてある、え、読めない、なんて書いてあんの、あ、手招きお辞儀かな、どういう意味だろう、ん、上の、あ、大丈夫、上の文字、エレベーター止まる、先に上の文字送って、上の文字、これちょっと5分経ったからなんか時間が進んでんじゃないの、上の文字取って、先送って、写真、写真送って、写真、5階かな、あ、5階、はい、あ、そうですか、え、何、降りて、もう5階で降りて、あ、あのドアの向こうに大きな人の影が立ってます、乗ってきたりしないよね、どうしたらいいですか、あ、待って、手招きして、お、手招きお辞儀って書いてあるでしょうね、ちょっと待って、手招きって書いとこ、メモ、手招き、あ、乗ってきた、聞いたのかな、お辞儀、お辞儀して、礼儀に、礼儀正しい人かもしれんからさ、お辞儀して、お辞儀、どうどうどう、うまくいってる、脱出できそう、特に何も起きないみたいです、あ、そうですか、監視カメラ撮って、なんかあったよね、またエレベーターが勝手に動き出しました。どうして勝手に動いてるの？知らんけど。監視カメラ撮って。てか、俺のなんか写真撮るのやつ、もうフェーズ終わってない？もうなんか、次は7回みたいです。もう俺の話聞いてくれないもん。写真撮ってよ。今度はドアの向こうに小さな人の影が立ってます。乗りたいのかな？手招きしよう。手招きして、もうどんどん乗って。大丈夫かな？なんか2人いるけど、間違えた方乗せたりとかあんのかな？小さな人の影乗ってこれないみたいです。大きな人の影がいるからかな。なんか大きな人の影の方が悪いやつっぽくない？なんだっけ、なんか書いてあったよな。まあ後でいいか。影伸び5分、あの子。あの子返せば見逃してあげるって書いてるから、小さな影があの子なんだよな。エレベーター動いてるな。ってことは小さな影と大きな影があって、え、待って。なんかもうダメなんじゃない？88階に止まりました。ドアが開いたらドアの向こうには誰もいないみたいです。降りろ降りろ、降りて、開いたんだ、よかったね、よかったね。え、外から何か声が聞こえます。あー、ダメそうだね。私はどうしたら、あ、え、なんか勝手に撃ってる。え、もかげの瓶もう、あー、これもうって俺が撃ったやつだ。
モカゲ、これあれだよね、文字あったやつだよな。既読ももなんかね、文字化けしてるけど、これ既読すら文字化けしてんだけど、あ、死んだ、大丈夫、あ、またえ、大丈夫、あ、まだいるね、まだいるね、またエレベーターが動いてる、もう嫌だよ、次はどこに行くのもうダメだな終わりだ、終わり俺には救えないどんまい、蹴るダメそうこれどうした、大丈夫、どうした、いけてる、あ、どうしたもダメになっちゃった、既読はついてんのにな、あ、3階にいる、また別の階に行く、あ、なんか3階に着いたけど、1階3階についてでもスルーしたな、なんか3階にもあるかも、今1階、あー、よかった、1階止まったって言ったのよかったじゃん、いや既読ついてるよ、見えてるよ、既読つかない、こっちのメッセージ届いてますか、届いてるよ、届いてるよ、大丈夫だよ、届いてるよ、届いてるよ、あれ、ドア開いて影がこっちを見、怖い、助けて、あああすまんあー、なに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 、なんか俺絶対バッドエンドでしょこれ、救出失敗、なんだこれ、救出失敗カードが来た、あ、第四教会っていうのがあれですね、このゲームのメーカー会社ですね。少女はどのような結末を迎えましたか、僕からはわからないのですが、とにかく近いになってくれてありがとうございます、まあ一回着いたって言ってたから、まあ降りたのかもね、もし思うような結末に至れなかったあなたは、以下のボタンから再挑戦を、調査を終える方は今回の結果みんなに報告してみてくださいね、と。ちょっと難しいね、難しいよ、いいよ、 OK、 とりあえずいろんな写真撮らせましょうか、なんか右と前しか分かんなかったよな、手招きお辞儀しかまだ俺メモってないからな、見えてるよー、見えてるよいい感じいい感じ、ああ、安心して君を救いに来た、かっこいい、かっこいいぜ、無視されてるぜ俺、かっこよくないぜ任せて、2周目だあ、ダメかい、おーおー、2周目だぞ、頼もしいだろ2周目の俺は、できること、写真撮ってで、とりあえずさっきの2枚をまず送ってもらおう、まあこれは手招きお辞儀って手前に書いてあって、なんか子供、子供的なのを返す、返したら助けてあげる、で5分って書いてあったよな、うん、だから他のとこもあるんじゃないの、うん、おお写真の方がしっかり黒い霧が晴れて撮れるってことですよね、左だな、左撮って、左撮って、このなんかこのボタン押すとこだよな、きっと、これは新しい情報なんじゃない、お、いいねいいねいいね、何、なんか書いてあるな、8階まであるな、階数表示がバグってて今何階にいるか分かりません、なるほどなるほど、じゃあドア撮って、これ大事じゃない、ドア、あんまりこうね見えてなかったから、あ、でもツイッターに貼ってあったやつがドアなのか、あー、ドアに注意、これ普通だね、エレベーター上がり続けてる、じゃあ下取って、足元だよな、下取って、あれ何かある、あ、でも既読になったから大丈夫っぽいよね、何、お、めっちゃ重要なものあるじゃん、何これ、
チラシ取って、チラシ取って、人探しのチラシ、ずいぶん古いのっぽいけど、いや、この子供がいなくなったんじゃないの、小さな影で、大きな影が悪いやつさらおうとしてる。なに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 、滝田まさきくん、もみじ小学校1年4組、行方不明探してください。1992年8月31日午後15時頃から行方不明。テラス上北4号棟308、3階だ、3階の子だ。なんとか読めますね。これ裏側なんかある？そこでなんかさ、情報ない？裏側の何のチラシに書かれてるかみたいなさ、チラシの裏に書いてるってことじゃないのかな。あるじゃない、声を聞かせて。特徴、身長116センチ、緑色のシャツ、紺色のズボン、黒いランドセル、忍者の話が好きです。忍者の話忍者の話して、どう？忍者の話しとけ、覚えとけよ。忍者の話どう？忍者の話しとけ。宮内、手裏剣、宝禄火矢。忍者ですか？あまり詳しくない。おい、忍たま読んでないの？忍たま乱太郎、原作は落第忍者乱太郎とか、そういう知識入れとけねえ。忍たま乱太郎じゃないんだよ、原作のタイトルは。役に立たないな都合悪いやつ全部失敗するんだよな。あとこれだよな、なんだっけ、ここのなんだっけ、手招きお辞儀。じゃあとりあえず大きい方を手招きしちゃダメだよな、きっと。他何かある？さっき大きい方じゃなくてちっちゃい方を、あ、ダメか。気になることは？ダメか。天井、もう一回撮ってもらおうか。天井撮って。まだ大丈夫かな？ 5 分しかないからな、時間。で、多分だけど、エレベーターが動き出すゾーンになる前に情報を集めなきゃいけないのよ。手招きお辞儀、どういう意味だろう。拡大。文字。あー、ダメだ。大きく、間に合わない？文字大きく取って。最後に、これだけ聞いて。ちょっと。5階かな？ 3 階なのよ、あの子。304なんか号室みたいなの書いてあったよ。え？まだダメダメ。そいつは入れない。乗ってきたりしないよね。ここで手招きしたから乗ってきたのかな？まだここでちょっと止めときながら、無視して。どうしたらいいですかって聞くから、何かさせることがやっぱこれはできるってことなんだよな。で、さっき、子供の時も手招きしたら、大人がいるから、大きい影がいるから、乗りたくないみたいですみたいなこと言ってたから、ちょっとここはスルーしてみようかな。で、いいのかな？待って。どうした？進んだ。でも乗ってなさそう。またエレベーターが勝手に動きました。どうして勝手に動いてるの？はいはいはい。どうなる？ドキドキするな、これ。次は7階みたいです。7階は子供？あ、手招きして。で、忍者の話。 OK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  で、ここで仲良く忍者の話。おい、忍者話、おい、早くしろ。宝禄火矢、宮内、八方手裏剣、六方手裏剣、四方六方八方手裏剣、勇気 100%。 何かつぶやきました。あ、話したのか。小さな人の影が急に何かつぶやきました。話終わったみたいです。また黙っちゃった。びっくりした。何だったんだろう。忍者の話した？おい、忍者の話しろ。仲良くしなれ。仲良く。忍者の話。え、待ってじゃなくて忍者の話して。ちょっと、話、俺の話聞いてる？88階に止まりました。ドアを迎えた。ドアの向こうに誰もいないみたいです。お辞儀もあるよね。はい。何？私はどうしたら？面影の美。何これ、なんか打とうとしてるから俺もうキャンセルしてやったわ。
お辞儀お辞儀お辞儀はどこですんだろう。忍者の話、忍者好きだらしいから全然忍者の話してくれないな。絶対大事なのにこれ。あ、これだ。これで忍者の話してるんだ。で、忍者の話したらちっちゃな人の影がこの少年が話してくれてると。これ多分仲良くなったってことだな。じゃあ次お辞儀だ。さっきのとこがお辞儀だった説もあるけど、お辞儀して。おー、いいじゃんいいじゃん、もやが晴れた。次はどこに行くの？お辞儀どこ？あ、でも3階、あ、3階いいじゃん。お辞儀お辞儀お辞儀して、返して、子供返して、ここで子供降りろ。おお、小さな人の影が降りていきました。なんか周りをキョロキョロしながらどこか行っちゃいました。まただ、また別の階に行くんだ。忍者の話もういないけど、これって、え、何これって、どうした？おお、なんか666回とか888回に行くみたいな話あったよな。元ので、おー、クリアした？え、いけた？とにかく私のことを助けてくれてありがとうございました。このご恩を一生忘れません。あと、もうこんなマンションはやだ。すぐに引っ越します。あなたが間違ってこのマンションに引っ越してきたりしないように、このマンションの動画を撮って送っておきますね。何？間違って引っ越してくることなんかあるかな？そんな偶然ありますかね？1万、10万。100万とマンションあると思うけど。え、これ？ちょっと待って待って、何何？ちょっと待って。あれ？どうした？クリアしてなかった？まだなんか謎解きあんの？カバンの中に知らないものが入ってる。大学でもらったサークル勧誘パンフレットの中に混じってたみたいです。なんだろう、これ。何？まだ動画も見てないんだけど。楽園への扉を開きましょう。いつも、怖ー。なんだ、そのパンフレット。え？終わり？切断されてる。ん？え、終わり？ちょっと待って、もう一回。あー、なんかマンションみたいなの映ってんな。こんなんじゃわかんねえよ。撮り方、え、何？え、あ、解放したって？撮り方下手だな、こいつ。楽園への扉を開きましょう。いつまでも家族と幸せに。なんだこれ。なんでこんな、まさに勧誘みたいなパンフレットが入ってんだろう。これなんだろうな、これ。まあでも、3階の扉を開けて、なんだっけ、何々くんが帰れたみたいなことなんじゃない？これ。滝田正樹くんが、これ帰れたんだ。だから確かに、この中で必要なのは、返せってことだから、子供返してってことだから、あ、この子返してあげるんだと。で、大きい方じゃなくて身長はちっちゃい方だよってことがここでわかるのと、このテラス上北4号棟っていうとこが多分、昔ここが建ってたとかさ、今いるところの、あれも1992年だから今の住んでるマンションなのかな？で、行方不明になった子がずっとうろうろしてたから3階に返してあげるっていうことがこれヒントにあったってことなんだな。お、なんか案外1時間ぐらいかかるかなと思ったけど、サクッとクリアできましたね。いらん声を聞かせて。で、黒い霧が晴れるっていうのもこの忍者の話を振ってるからできたってことだ。じゃあすべいろんな情報を集めたことによってなんかうまくいったのかもしれませんね。ああ、面白いな。あなた誰だったんだろう。このアイコン、見えないか。おー、呪縛解放。おー、よかったねー。うまくいきました、うまくいきました。他の扉を確認する。あ、で、これね、人の給与明細とか、これ実際に送られてくるらしいんだよ。だからこれ、リアルに送られてくるんだよね、給与明細。で、これ見て謎解きするみたいなとかあったら、これ？これかな？これがなんか、エレベーターなのかな？こんなグラフィックだったよね。誘拐エレベーター、人の給与明細。これは何か分からんけど。あ、人の財布。これかなりバズってますね。この財布が実際送られてくるらしいんだよ。で、これもなんかね、やろうと思ったんだけど、これめっちゃ難しいんだよね。鏡の特殊少年構成施設。なんかホームページ見ながらなんか解くらしいんだけど、めちゃくちゃ難しいらしくて、まあ俺はそれはやめました。なんか、こっちはなんか割と短いって書いてあったからやったんだけど、おー、面白かったね。なんかちゃんと謎解きをした感がありました。あー、なんか、大してメモらずいけたな。手招き、お辞儀、子供返す、5分、3回。それしかメモってない。
5個のワードしかメモってないけど、解けました。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ちょっとリアルめのね、脱出ゲームをやりましたね。ちょっと自分でなんか打ち込んでなんかね、キャラクターを動かしていくタイプの、脱出ゲームでしたけど、まあこういうゲーム出たらまたやってみようかなと思います。誘拐エレベーターでした。忍者の話が聞いたんだね。